はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、おっさんが最近ハマっているね、玩具を紹介したいと思います。はい、これですよ。この長さ、こんなにね、でかいです。はい、開封してみたいと思います。長っ、ね、こんな長いプラスチックのなんか棒みたいのがね、入ってます。すごい、なんか入ってます。説明書が入ってますね。はい、なんか中国語です。中国語の説明書が入ってます。はい、なんかね、だいぶ全貌がね、見えてきましたけど、ほらこれこれ面白くないですか。なんだろう。はい、これですね。でかい、でか。今日紹介するのはね、タコです。カイトですね。爬虫類好きなんでね、このコブラにね、しました。はい、すごっ、もうほとんど完成してますね。はい、ちょっとね、組み立ててみたいと思います。なんかここおしゃれなんですよね、この色。なぜかなぜかちょっとおしゃれな紐なんですよね。これは何だ。このカイトの特徴なんですけど、こんな長いんですよ。尻尾が長いんですよ、これ。やばくないですか、これ。これね、もう飛ばしたらどうなるやろ。ちょっとね、どうやって、ここマジックテープなんや。マジックテープでここにね、ちょっとあの棒がね、若干割れてますね。縦に割れてます。大丈夫かな。まあ、あの前回ね、カイトを紹介しましたけど、それのおかげでね、なんとなく分かります。これでいいんですかね。はい、組み立て終わりました。こんなんです。これね、ちゃんとベロがね、あの割れてますね、ちゃんと。あ、でかっ。してこの長さですよね。どんだけ？こんな長いです。やばい。長い。わあ、すごい。ああ、すごい。ねえ、これちょっと本当、飛んだところがね、どうなるか楽しみですね。じゃあね、今から外に行ってね、飛ばしてみたいと思います。はい、外に来たんで、今からね、飛ばしてみたいと思います。
はい、今無事ね飛ばせましたけど、ちょっとさすがにね重たいんで、すぐ落ちようとするんですよね。で紐もちょっと短いんで、なかなかね安定しないですね。はい、今別日でございます。ちょっとね前回飛ばした時はねタコ糸がね短かったんですよね。なんでね今回はもうね 100m 買ってきました。これをね追加して空高くね上げたいと思います。はい、なんとか空高くね上がりました。 50m ぐらいの時はねまだ不安定だったんですけど、 70m ぐらい上がってからねもうほとんどね触らなくても上にね上がってくれるようになりました。まあね、まだまだいけそうなね 200m とかねいけそうよね。今日またね、いい感じの風が吹いてるんで最高です。天気もいいし。はい、いかがでしたでしょうか。カイトをね、紹介しましたけど、今回はね、Amazon でね、買いました。Amazon でね、売ってました。2200円ぐらいですね。もう今はちょっと取り扱いしてないみたいですけど、こういう感じでね。はい、で最近面白いねカイトがいっぱいあって、こんなやつとかね、こう面白くないですか。あとこんなやつとかこれ面白いですよね。ね、こういうやつとかね、いろんなね、回答があります。はい、で今度ですね、コブラの尻尾に駄菓子屋の上りをつけてね、ちょっと飛ばしてみたいと思います。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。